メーサーの整備やっていこうかなと思いますが、どこやろうかな。とりあえず壁面とかを一旦の素材にしたいかな。出てすぐんとかは割とまあまあ整ってはいるんだけど、まあ最低限やな、これも。あ、近くにいるわけじゃないのか。あ、ここなんか穴開けちゃった。どうなってんの？え？細かいところを整える。遠近感が。ここまで柱にしようか。まあちょっと一旦ここ強引に穴開けちゃったかな。ね、これどうなってんの。これいらないよね。ガラスは置いとこ、置いていこうか。この辺りとかね、この辺りとか地味に整えたい。こことか普段見えないけど、ここで作業したらフロークライトが ちょっとずつね、こうやってやっていっとかんといつまでたっても整わないままだから。そこのこの外側の床部分とかもちゃんとやりたいね。この辺の壁面からやっていくか。あ、割とよく通る道でもあるもんね。
これ横すぐ外なんだよな、これね。階段ブロック持ってくればよかったな。穴開くかな、これ。穴開いたな。上からやった方がいいかな。そこの高さで合わせた方がいいね。で、ここをハーフ貼った方がいいね。この高さが限界か。この感じで一旦この辺りまで整え、あ、もう持てないや。このエンダーチェストを置いて仮拠点を作るみたいな。あ、で、この中にストーンカッター入れとけばいいのか。今までなんか置きっぱなし持って行って、で、仮拠点作って置きっぱなしにしてみたいな感じだったけど。便利だね。てか作業台も入れとけばいいんだ。なんか今まで、その仮拠点分が必要だったけど、こうやってこのいつでもどこでも仮拠点になるから。そうだね。エンダーチェストの中に全部もろもろ入れ込んでの状態だったら、たとえ死んでも失わないと。ここまでか。そうですね。さあ、これって。に階段ブロックかな。ストーンカッター、あれ、この辺りなかったっけ。あそこまで行った、あれを持ってくるか。そこに多分あるよな。あれ、ここになかったっけ。下、こっちに持って降りたんか。あ、ここの作業台、あ、ストーンカッターこっちか。作業台とストーンカッター、これ持っていこうかな。いや、一気に便利になったな、そう考えると。なんかちょっとした変化が大きな違いになるな。あとはエンドシティ丸々解体して素材集めたりするのと、あとあれか、あと、シュルカーをさらにゲットしに行くと。どこでも仮拠点になる感じはすごくいいね。もうマイクラ長くやってある程度極めてる人の人ってはもう当たり前すぎることなんだろうけど、やっぱ以前この環境はね、ありがたいことにあったけど、
一旦その環境から離れてるから改めていい環境だなと思うよね。以前は当たり前だったんだよな、ね、恵まれた環境ですよ。あれ届かねえなこれ。あ、めんどくせえな、もう一段低くしようかな。あれこれでも届くはず。もう一段、あ、でもそこまで掘っちゃったな。いけるんだ。あ、壁やりながらつければいいか。この1個置くか。手前からつけるとあれなんで。あ、そうか。ちょっとめり込んでるじゃないか。ちょっとあれなのか。あと反対だな。こういうことか。で、壁を上のところはやって、ちょっとずつ下がっていくみたいな。こういう感じか。ここがたあれなのもしゃあないな。もうちょっと向こう側までやって、あとだけこの階段が自然になるくらいね、1,2,3,4,5 マス分くらい向こう側までやって、ってやるといいかな。ちょっと若干面倒い作業だから、とりあえずこのままやっといて、で後々調整すればいいかな。あそこ、そう、階段ブロックの横んとこまでやっとかんと、そうだね。そこめんどいことやったな。入っちゃった。で、この感じで下まで行くと、帰られて拾っとこうかな。あ、でも狼上か。でもいいか。これって何段か分ずつまとめていきゃいいのか。先に掘っちゃった方がいいのかな。楽か。階段ブロックをはめるから、ここがこうなる感じかな。で、横が階段でみたいな感じかな。
で、ここも、この階段の横のこの4分の1のこの部分、ここに変なのが見えてると気持ちが悪いかな。高いところでやるってことを最初から考えてやっとかんと二度手間になっちゃうもんね。で、ここがこういう感じね。この辺りまでやっと終わろうか。この辺りまでやっちゃおうか。で、3マス分こうつけながら、あ、つけながら上がっていくのが楽なのかな。こうやってね、上がって、で、向こう側は向こうの壁面やるときに階段反対につけるやつもまとめてやると、これ楽だな。下からやった方が楽なんだな。あ、これ楽だわ。届かない、こういうのなくしたい。こういうなんか手間取るのなくしてやりたい。あ、でも思ったより時間かかんないのかもね。で、これをその下のところまで、また今度やろう。で、この横のところが普通にあの開放的な空間になっちゃってるから危ないんだよね。そこ、ここの横とかもまあ普通に整えたい、整えたいね。ちょっとまあいろいろいじりたいところはいろいろあるけど、まあなんていうの、これ綺麗にやるのと低いな、ここ。あ、これか。この圧迫感があるのも嫌だから、ここもあのそこまで拡張してガラスもそこまでやってっていうのをやりたいね。これ嫌なんよ、なんかこの狭い狭いんよ、狭いから。じゃあシュルカーもあれだね、今まあこの1軍2軍のところの空いてるところにこうやって入れてるけど、あのゆくゆくはそれとは別でこの ものを入れるようにちょっとやっていきたいね。 OK、 エンドシティとかエンドシップとかの探索もう、まあ、解体していってたら実質あれだよね。解体していってれば、しまって終わるか。シュルカーを見逃すことなく全部倒せるよね。これって綺麗に収納できるのいいな。オッケー。あの、これちょっと修繕出しとこうか。ここのネザーゲートもええ加減ちゃんとせんといけんけど。やっぱ2時間じゃほんと少ねえな。マイクラ6時間くらいやらんと。
6時間くらいやりたいわ。さあ、今日もやるぞ、っつってな。で、飯食ってくるわ、言うて。飯食ってからまたやりますとかやりたい。また多分1時間後にまたやりますっつってご飯食べてきます やっぱそれで生活がなあ、でも変なとこ入れる。それで生活が成り立つくらいにしたいな。そう考えると、でもミルダムやってた時のあの環境というか、あれ貴重だったんだろうな。ご飯休憩抜きで12時間とかやりようと思うな。12時間だったっけ？なんかイベントの時、昼から深夜2時とか、フルで参加してたよね。2、4、あれ4個だったっけ？まあでも好きなことなら自主的にそれをやっとるわけだからな。そういう環境でやって、そういう環境でっていうか、その自主的にやりたいなって思えるような、なんか義務感とかじゃなくて、やっていきたいっすよね。じゃあ、まあでもそこをやってみると、でも気づけば1年以上ずっとやってたんだよな、このワールドもな。それ整っても来るわな。なんか、なんていうのも、ずっとインフラ整備してたような気がするけど、最低限整えるっつって、こういうとこやったりさ、なかなか装飾まで手が回ってないけど、装飾し始めてからが本番なのに、装飾をせずに、ねえ、一年以上やってるっていう。装飾しろよっていう。インフラいいからっつって。あ、これ、修繕よろしくって。まあ、ちょっとずつ装飾もしていきたいっすよね。まあ、でも、エリトラとシュルカーが手に入って、もうちょっと欲しいけど、もうちょっとシュルカー2人分で、最大で何個くらいあったらいいのかな。まあ、いっぱいまではなく、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、3、27。1人20個分くらいあったらいいか。そういう、でも1人20個分つって、で40のシルカーのから80個分ってことでしょ。そんなでもないんじゃないの。なんかエンドシティの解体作業をずっとやってたらね、手に入りそうだけどね。でしかもエリトラあったらさ、あいつに吹き飛ばされ、シルカーにさ強制的に浮き上がらされても滑空で降りればいいだけだよね、あれ。よくよく考えると。だから、エリトラがあることによって、まあ、死ぬのを恐れずに行けばだけど、死ぬのを恐れずにエリトラつけていけば、シュルカーもほぼ怖くないっていう。落下で死ぬみたいなことがほぼなくなる。あ、これあれすればよかった。ほぼなくなるっていう感じにはなるか。ちょっともう終わりますがね、原神のイベントが明日、明後日くらいまでかな。今、明日原神やれたらいいかな。もう、今日金曜だよね。土曜に原神やれるといいかな。ミツムシのイベントがもう終わっちゃうんで、ちょっとその辺、やっ
で終わりたいのと、マイクラまあ作業自体は、まあ、いろんな場所でいろんな作業が残ってるから、日曜日、まあ、いつものように多分遅くなるから、そういうタイミングで、マイクラの整備とかもやっていければいいのかな。OK。あ、でも今日1スタックとかすぐ取れるのか、じゃあ。よし、じゃあ終わります。まあ明日多分原神で。はい。ありがとう、終わります。おやすみなさい。